フランスの読者の皆様、初めまして、坂本慎一です。自分の一番大好きな、影響を受けた作品、好きな作品は、北斗の拳です。自分のスタイルを見つけた。やっぱり自分の体から生まれてきたものなので愛すべき作品なんですけども、やはり何か迷っている、あるいはどこか借り物のような作品だったと思います。これはやはり既成の漫画表現に頼ることをやめたことが一番のきっかけだと思います。要するに、例えば擬音一つにしても、擬音わかりますよね、はい、擬音を排除することによって読者の頭の中に、例えばガラスの割れる音をガシャーンと書くんではなく、あえて書かずに読者の頭の中からそのガラスの割れる音を思い起こさせるような絵、小回り、テンポで表現できるんじゃないかと思って、それを実行に移しました。多分それが読者の心の中から何か湧き上がってくるような要因になっていることは多分確かだと思います。そうですね、絵の強さも大事ですね。ただ、絵の強さもそうなんだけど、もう一つは読者が同じ気持ち、日常生活で同じ気持ちを多分どこかの場面で近い感情を多分経験湧き上がったことがあると思うんですけども、そういう読者の感情を引っ張り出すその装置として絵とか小回り、シチュエーション、を設定して、その読者の中にある気持ちを引っ張り上げるために、絵だけではなく、その全てがその一体となって、特に漫画っていうものは自由であって、その漫画の文法が必ずあるんだけども、それを崩してもいいっていうのが漫画だと思っているので、何も1,2,3,4,5って並んでるものを1,2,4で1,2,5に飛んでもいいし、ならば5に飛んだ後に飛んだ3,4をここに持ってきても構わない。それぐらい漫画っていうのは自由な発想で作ってもいいと思ってます。これは特にその何かその題材を見つけるっていう作業は特にしてないんですけども、作品作りにおいてリアリティっていうのは特に重要なファクターだと思っていて、やはり実在した人物を題材にすることによって、よりその物語が読者の方の気持ちに迫ってくる、そういう要素として多分自分は無意識にその実在の人物をモデルにした作品を作ってるんだと思う。これはもう本当に作家っていうものは一人の人間しか表現することができなくて、作家から生まれてくるのは一人のキャラクターだと思ってます。だから文太郎もシャルランリ・サンソンも自分自身の投影なので、おのずとそういう共通点が生まれてくるんだと思います。大人になるきっかけ2つあると思うんですけど、1つは仕事ビジネス、責任そう、やっぱり生きていく上において、仕事っていうのはやりたいことだけで成り立ってはいない。自分のやりたくないこともやらなきゃいけない。そのやりたくないことをやった時に、そう、今さっき言った責任とか、その大人になる一歩踏み出すことができるんじゃないかなと思っています。あとはまあでも親になるっていうことなのかなそう、もう三層においては超えていくっていうことは確かにその難しいかもしれないけど、変化していくっていうことはできるんじゃないかなと思っていて、そのチェンジしていく、変わっていく、それは仕事をして家庭を持って子供が生まれて、その都度その人生の選択肢を自分で決めて
自分その人が変わっていく有様、うん、その伊野さんはその人が変わるところをあのテーマにあのしているので、彼の成長は今始まったばかりなんですけど、巻を追うごとにあの多分一巻では想像できない彼があの誕生すると思います。あの誕生しています。まあ、あのマリー・アントワネット、ルイ16世あのこの2人はもう特に今とても書きたい人物なんですけど、まだその登場していないロベスピエール、あの彼は今特にあの書きたい人物 の、 あの楽しみにしているキャラクターですね。あの彼あの解体自体もそんなにあの喜びを感じていない、うん、あのただあの三尊家っていうのはすごくあの処刑もするんだけれども地域の人々に医療を施してたっていう、うん、あのそういう側面もあって、あの人を殺す力も持っていたし人を生かす力も持っていたっていうすごくその不思議なあの魅力を持ったあの一族なんですよね、うん、だからひょっとしたらシャルランリ三尊もその人を生かすっていうその方法にあの道に何かその活路っていうか生きる理由みたいなものを見出したのかもしれませんね。そこはこの作品のもう一つのやっぱり言いたいことはその固定観念にこだわらない、あのいろんな愛の形もあってもいいし、あのその固定観念をその幼い彼らがそのあのキスという形によって壊したっていう表現です。世界を壊したっていう、あのすごく小さな反抗であのロックな感じだと思います。そこがあのそのホモなあの演出になったと思なっています。どこまでも行ける君とならひとりじゃ歩けない道も二人